皆さんこんにちは、小沢ありです。小沢ありのありのままにということで DVD を手に取っていただきありがとうございます。今回の作品は皆さんに私小沢ありのありのままの姿をゲストの皆さんと一緒にこう通してお届けしていく映像番組になっています。では吉村遥さん。はーい、吉村遥です。よろしくお願いします。お願いします。続いて田沢真澄さん。はーい、田沢真澄です。よろしくお願いします。イエーイ。最後は西田のぞみさん。はーい、西田のぞみです。よろしくお願いします。お願いします。小沢ありのありのままに。ありがとうございます。この企画はですね、私の歴史を語っていきます。で、その時に女性声優さんがブームで、確かにそうです。堀江さんとか田村ゆかりさんのに出会い、女性声優オタクになりました。はい。パソコンが流行ってた時期だったんで、もうすごいいじってずっと遊んでたので勉強ができないです。クイズ小沢ありに聞きました。はい。ということでこの企画は小沢ありにまつわる質問に私が回答して、ゲストさんは私がどのように答えたかを想像して当ててもらうクイズ企画になります。ゆるさん。私？色気？わあ、なりてない。なりてない。脱ぐことで愛に色気をつけちゃダメ。どういう気持ちなのかインタビューしたいんですよ。どういう気持ちですか？何も考えないんですか？自分勝手なんですか？退場してください。インタビューじゃない。恋愛エピソード、それってあり？なし？はーい。恋愛トークが大好き。知ってますね皆さん。はい。私小沢あり、今回は番組スタッフさんが用意してくれた恋愛にまつわるエピソードを紹介して、それがありなのかなしなのかを判定していきます。なんだろう、いやもう私も送った瞬間に返してきてほしいんですよ。会話みたいな。もうそれはむずい。だからもう3分とかで、え、なんで今3分空いた？やばいやばいやばい。むずい。それは恋人がいるのに男女1対1で飲みに行く人あり？なし？なんだろう、外ではしないとか。あ、そうだ。そういう感じです。はい、誠実な対応を心がけましょう。